はい、カンタローカリの制作者の平本でございます。いつも YouTube チャンネルをご覧いただきましてありがとうございます。ということで、またね、オカリナ塾ね、7月4日、とうとうオフ会ですよ。今のところですね、西は愛知県、北は宮城県から集結するということでね、私が主催するね、集いっていうのがあるんですよね。あるいは彩りとかね、その中の一つがチームオカリナ塾としてやりますからね、楽しいですからね、入ってみてください。まあこれはね、僕が YouTube ねやってるんですけど、会員制になってますんで、ぜひぜひ入っていただけると、東京芸大の先生からね、東京音大、昭和音大、エリザベート、そして私もきちっとその時はこう言っておりますんでね、入ってみていただければと思ってますね。概要はですね、概要欄もしくはカンタレオカリのホームページに、リンクのアクセス貼っておきますんでね、ぜひ検索してください。ということで、そのですね、オカリナ塾に入ってくださった人から今日はメール来ました。ありがとうございます。先日ベースで、あのベースというね、うちがやっておりますオンラインのショップで、EX の3F を購入しました。EX の 3F で、ジブリが私好きなのですけども、3選、甲田先生に選んでいただきたく、それを練習したいと思いますので、よろしくお願いしますということで、まあ、久しぶりの、ね、ジブリですよ、ね、今更聞けないジブリ3選、しかも F 館でやった方がいいんじゃないのって私3つ選びましたね。まあオカリナ業界の人はね、やはりジブリっていうのは好きですよ。で、コンサートとか、まあこれからね、だんだんおそらくできるようになってくると思いますね。慰問とかね、そこでやってもね、かなり受けます。ぜひやってみてください。そして私ね、3曲選びました。まあ、3F の操作性とか、あとは魅力を伝える、あとはオカリナの技量を高めるのに、まあ3ついいかなと思ったので、ちょっと違う、こう、毛色の、ね、曲を3つ用意しました。まずはもののけ姫より、もののけ姫、やっぱりね、これはね、僕ね、外せませんね、鉄板ですね。あのやっぱりオカリナっていうと、ほとんどの人が癒しとか、望郷とか故郷とかふるさととか世界観とかっていうのが思い浮かぶキーワードだと思うんですけども、やっぱりもののけ姫ね、見たことある人は分かるかと思いますけども、やはり自然、そういう中で、物語が進んでいくので、ものすごく世界観がね、オカリナに僕はマッチしてるかなと思ってます。でこのもののけ姫っていうのはね、まあ、久石譲さんが作曲しておりまして、あのメラさんがね、あれはカウンターテナーになるのかな、あのやつで歌ってまして、非常に操作性もありますから、これぜひやってください。で F 感で気をつけたいのはやっぱり入りですね。もうね、ここのフレーズだけで、あ、もののけ姫だな、なんかこう、なんかこう森林がブワワワってなってるのが見えませんっていうような感じがするので、これをね、朗々と吹けるようにしていただけると僕はすごくいいかなと思ってます。あとはですね、高音域ですね。最後サビのとこが結構めちゃくちゃ高音くるんですよね、最高音の F まで来ますね。うん、ここら辺がですね、あのすごくね、難しいんですよ、オカリナの動きでやると、うん、なのでここら辺を F 感でスムーズに吹けるようになるといいかなと思いますので、その世界観の作り方、オカリナの世界観の作り方と、高音域ですね、特に F 感の高音域を綺麗に聞かせるのには、非常にこれもののけ姫、おすすめでございます。ということで、まず第1個がもののけ姫よりもののけ姫、ぜひやってみてください。で次がですね、まあいろいろね、ありますけども、やっぱりね、トトロですね。うん、トトロをちょっと選んでみました。でトトロでも2つあるじゃないですか、散歩か隣のトトロかってね、でこれね、オカリナで吹いて難しいっていうか練習になるのは、僕は
隣のトトロの方をおすすめします。これで舐めちゃいけない隣のトトロっていうぐらいに実は難しいんですよ。で最初からですね、割とねこうスタッカート気味というかこう軽やかに入るんですね。もののけ姫とはやっぱり打って違いますね。うーんっていきますよね。うん、はい、っていうようにさっきのこう「もののけ姫」のこうねえっと何ていうのかな、こう重たい雰囲気ではなくて軽く音が出せる練習にすごくなると思いますので、ぜひ隣のトトロやってください。そして結構これね、うんちも難しいんですよ。特にサビ、このあたり、このあたり、結構ね、レフラットファ。Cフラットラドファラ Cフラットラ Cフラットラ Cフラットラ、このあたりがおぼつかないと軽やかさが出ないんですよね。うん、ここのフレーズもかなり難しいですよ。うん、ちょっと出しておきますけど、ここ。ダララ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 ラティラリラリラリララ。これね、舐めてられないです。ぜひやってみてください。ということで、軽やかに吹くんだけども、結構難易度ね、僕星3つぐらいあると思う、これ。まあ、マックス5個として。うん。これ結構ね、いいですよ。やってみてください。で、もう1個何にしようかなと思ったんですよ。で、もののけ姫っていうのはやっぱりこうオカリナっぽさ、芳醇な音色で奏でる世界観、そして隣のトトロっていうのはもう本当に可愛らしいんですけども、かなり臨時記号とかが難しく指使い来てますんで、指使いに聞い取られてると軽やかさが出ない、軽やかさばっかりやっちゃうと指がこうおぼつかないみたいな感じなんで、ぜひやってもらいたい。で3つ目何にしようかと思ったんですけど、いろんなねいい曲あるんだけど、 F 館でねやってもらうには、まあ、これねジブリの曲かって言われると、まあジブリの曲なんだけど、魔女の宅急便より、魔女の宅急便もね、皆さんサントラね、もし聴けたら Amazon プライムとかやってる人はね多分聴けると思うんで聴いてみてください。いい曲いっぱいあるのよ。うん、でもその中でも僕がおすすめしたいのは優しさに包まれたなら、ね、これもともとユーミンの曲、松任谷由実さんの曲を、挿入歌なのかな、これな、やったんですけども、これを何が、ねいいかっていうと、実はこれはポップスで書かれてるんですよね。でポップスっていうのは、まあ後でね、今日はちょっと遅いので、実はもう11時回ってるんですよ、23時回ってるんでギリギリやっておりますんでさすがにね演奏はちょっとね、軽くなんですけども、ポップスっていうのはやっぱビートにどれだけ乗れるかっていうのがあるんですよ。なのでふわりをきっちりとしながら顎をギクというかね、こう揺らす感覚というか味をつけるみたいなのをやっていただけるのにすごくいいと思うし、結構跳躍なんかもあるのでぜひこれやってみてください。で、軽やかなパッセージが、これもできると思います。で、トトロの軽やかなパッセージと何が違うかというと、先ほど言ったように、このビートですね。じゃーん、じゃん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 っていうビートを感じて吹いてもらいたいですね。みたいな感じでやっていただけると、
すごいいいですよね。で今の中なんかは今アカペラで吹いてるんですけど、頭の中ではバスドラとかベースなんかを僕鳴らして吹いてるんですよ。そうするとすごくこうノリ感が良くなるんですよね。もうやっぱり物だけ姫みたいなものばっかりやっちゃうと、そのバックに乗れないっていうかね、まああれはどちらかっていうとね、こうシンフォニックな感じなんですけどね。で、隣のトトロっていうのは本当に可愛らしく音を作るっていう練習になると思うし、この優しさに包まれたなんかはすごくこのオカリナでそのポップスを吹く、そのなんとかビート感を感じれるというので、ぜひ吹いてみてくださいということで、私が選んだこの3選、いいと思いますので、ぜひね F 管で吹いてみてください。 F 管ね、いいですよ、夜でもねそんなにボリュームのある音が出ませんので、結構ね 4C とかだとガツって出ちゃうし、 1C、2G も結構音量出るんですけど、 F 管ってねそういう意味で言うとねやっぱり F なんですよね、へちょうちょうというかね、 F の楽器って柔らかいんでね、ぜひやってみてくださいということで、皆さんオカリナ塾に入ってオフ会で私と会いましょう。まあもしくはとりあえずオカリナ塾、そしてグッドボタンよろしくお願いしますということで、また会いましょう。僕が一番好きなの何かな、皆さんジブリで好きな曲何ですかということで、また会いましょう。オカリナ塾で音楽のある人生始めましょう。